皆様こんにちは、前回2回に引き続きまして今日で3日目ですね、今日のお話は草加村事件簿と題しまして賭博と堕胎について取り上げたいと思います。でまずですね、現代でも治安に関してはもう世界中で最も安全と言われている日本でありまして、犯罪発生率で見ますと主要国中最低であります。で、これご覧いただきましても分かりますように、日本の殺人事件なんていうのはもう直近でね、人口10万人あたりで 0.2 件であります。で強盗が 1.8 件なんですね。でアメリカなんかはもう殺人で 5.3 人、強盗で 98.6 という大変もう日本と比べたらですね、殺人では日本の26倍、強盗では55倍という多さです。あとフランスイギリスなんかは殺人は少ないんですが、強盗が非常に多いんですね、アメリカよりね。でドイツはまあまあ治安が良好なようで、そんなに多くないです。でも日本を見ていただきますと、もうはるかに少ないんだということがね、もう位が違いますもんね、分かっていただけると思います。世界一安全と言われる日本の治安の良さというのがこれを見てもお分かりいただけるかなと思います。では江戸時代はどうだったのかと言いますと、幕末慶応元年に日本に来たドイツの考古学者でありますハインリヒ・シュリーマンという人が日本江戸の印象をこのように伝えております。ここでは君主が全てであり労働階級は無であると、まあ封建社会だと言ってるんですね。でにもかかわらずこの国には平和、行き渡った満足感、豊かさ、完璧な秩序、そして世界のどの国よりも増してよく耕された土地が見られると、このシュリーマンという人は割と世界各国を回った人ですからね、このように言ってるいうことは、まあ、世界中を回ってきての感想というのは非常に実感がありますよね。だから江戸時代の日本がその当時の世界のどこよりも発達した社会秩序が行き渡って治安の良好さということでは抜群であったんだということがこれでもお分かりいただけると思います。でこの平和な日本の江戸時代は草加村にもですね、凶悪な犯罪なんか一件も起きておりません。テレビで鬼平犯科帳なんか見てたら毎日のようにね、人殺ししてるような盗賊が暴れ回ってるような印象を受けますけどね、あれは物語なんですね。あんなことが大阪でたびたびあるというようなことはもう本当にないんです。草加村でも本当にあんな何年に1回窃盗というのももう本当に、何年に1回珍しいぐらいでありました。だから強盗とか殺人とかね、人情沙汰というような暴力事件というのは皆無であります。私たちは河内の村田文書をかなり調査させていただきましたが、窃盗はもう本当に珍しいですがたまたまあります。しかし人を傷つけたとかましてや殺人とかはまあ皆無であります。今まで見たことはありません。で、穏やかに過ぎていた河内の江戸時代ですが、享保時代の草加村が見舞われた事件といっても、まあ、わずかに村を騒がせたぐらいのものなんですが、そこから当時の社会の一面というものを覗いてみたいと思います。で草加村にようやく春が訪れようとする享保13年3月1日のことであります。草加村の枝子であります池の畑の伝助さんの家にですね、突然女が一人駆け込んできます。それも夜なんですね。で板銀一丁出して薬を売ってくれと言うんです。で板銀というのはこのようなまあ銅貨でありますが、ナマコ型のちょっとこうなんて言うんですか、かまぼこのようなね、こういうふうな銅貨なんですが、
その何て言うか量が一定ではないんです。だからこれ測って使うものなんですね。容量貨幣なんです。でこれが大きさがいろいろありますが、大体が30グラムから40匁ぐらいの重さがあります。でも普通はですね、これをこれとあと下のこの豆板銀というのを合わせてきっちりした金額にしてですね、包み銀にして、ちゃんと封をしてですね、それでかなり大きな取引に使われたもんなんです。だからこの女はそれを裸で板銀1丁出してるわけでね、こういう使い方は普通はいたしません。だからちょっとこの人は普通の女じゃないなっていうことはもうすぐに分かるわけですね。でその後から男が1人入ってきてですよ、この女は私の妻であると、この女を引き込んでどうするつもりだというふうに脅かしにかかったわけです。つまりこれは美人局という詐欺というかね、女の人を道具に使って人を脅かしてお金を巻き上げるという犯罪ですね。でも見ただけでこの男も女もちょっとこうヤクザもんやなというのが分かるわけでね。だから伝助さんもそう簡単に騙されるわけがなくって、庄屋さんの家に引き連れて召し連れていくわけです。で、夜なんで翌日に庄屋の長右衛門さんはこの事件の当事者に面談します。で旅の女は男は堺の海鮮問屋加賀屋与平方に勤める吉右衛門という人間であるというわけですね。ちゃんとした人間であるということを言いたいわけですね。で私の妻を引き込むとはけしからん、奉行所へ訴えるぞと言って脅かしております。でここらで脅かせばいくらかの金銭を差し出すだろうという魂胆はもう見え見えなわけですね。だから長右衛門もそうそう騙されるわけはありません。勝手次第に訴えるがよかろうと相手にしないで男を返します。でその男の後をですね、村人につけさせるんです。そうするとなんと日下村の西にあります野々市郷の仁右衛門という村人の家に入っていったんです。で昨日の女も一緒にいる様子なんですね。で早速帰って長右衛門に中心します。そしたら長右衛門は今度はその野々市の仁右衛門を呼び寄せさせて尋問するわけです。長右衛門もなかなかの捜査手順であります。今の警察のような役目をしていたんだということ、それが当時の庄屋の役目であったわけですね。で仁右衛門は長右衛門の尋問に、今朝伝言寺村番人権助がこの両人を同道してこの者たちに飯を食べさせてやってくれと頼むので、あまり知り合いでもないんだけど権助の頼みなので、飯を食べさせただけだというんですね。でこの辺に何か事情がありそうであります。恐喝は不成功に終わって、これでどうやらこの旅の夫婦連れは日下村を退散いたします。で村の中で話し合いが持たれて、この一件についてこれ以後このようなことのないように方策を講じてもらいたいと庄屋にみんなで願うわけですね。で日下村でよそからこういう旅の博徒がやってきてですよ、こんなヤクザ世界のものが入り込んでくるなんてことはめったにないことです。だからこの事件の解決とその後の対策は村にとっての緊急事項であったわけですね。そこで早速翌日から伝言寺村番人の権助の取り調べが始まります。でこの権助さんは私は何も知らない、あんな旅のあんな2人は知らないっていうふうに言い張るわけですね。でも旅のその博打打ちとの関係が何かあるのは絶対に明らかであるわけですね。でどうしても何も白状しないので、この万人の処置について詫び証文というものを取って
治めることにするわけですね。で、侘び証文というのは村の中で何か問題が起こった時に抗議に訴えるほどではない時にですね、庄屋がそんな訴えるほどじゃないなと判断した場合に、当事者にもう二度とこういうことはしませんと誓約書を書かせて解決することなんです。で、この伝言寺村番人権助の侘び状がですね、ちゃんと残ってるんです。それはなぜかというと、伝言寺村庄屋であります向井家、この家に私たちは文書調査に入らせていただいて、文書をすべて調査いたしました。そしたらここの侘び状が出てきてるんですね。それがこれです。 これものすごくね、ここは破れてるしね、ここから先ももう破れてて、非常に状態が悪い状態で見つかっております。でも一応ね、読めるんで、それに字もまあまあ江戸時代のお家流できれいに書いてありますのでね、内容がよく分かりました。で、どういうふうに書いてるかと言いますと、一冊のこと、この度池之端伝助ねだり者の儀、私も同類のように旦那中様にもおぼしめされ、並びに大阪天満道頓堀天王寺飛田四ヶ所の頭よりも私ども四季報に愛想向きとあります。この四ヶ所と書いてあることについては後で詳しく説明しますね。この池之端伝助にねだり者、つまり脅迫に及んだ者と私とは一味同類のようにね、庄屋さんから言われておりますが、大阪の四ヶ所からも四季報に愛想向いたということで大変非難されておりますっていうんですね。で、結局のところ この人はいろいろ詫び事をして、謝って、そのここに書いてある「古来通りの9枚源氏」って書いてますね。いつもずっと前からいただいている9枚を減らして、減らすことによって、お詫びをして、まあそれで堪忍してもらいましたっていうのがこの文書の内容なんですね。まあ9枚を減じる程度でよ、まあこの人は許してもらえたということになります。で、今後こういうことはいたしませんというふうに、誓約しているわけですね。で、今助に関してはこれで一件落着なんです。ところが、この一の仁右衛門という人もちょっとね、この旅のヤクザ者に宿を貸しておりますよね。で、その宿貸候誤りという侘び証文を取られております。この時代ね、旅の者に宿を貸したり、よそから来た商人なんかに泊まらせたりということは禁じられていたんです。なぜかというとね、例えば岡山で作ったものを広島で売ったりしたらね、両方の地域で商業が盛んになりますよね。ということは、その土地の生産物だけで自給自足させることが江戸時代の幕府の方針なんです。そんなに商業が発展してもらったら困るって言ってるんです。でも大阪では盛んに発展しておりましたけれどもね、それが基本なんです。だから村の中に誰が入ってきても、親類でもですよ、ちゃんと庄屋さんに届けて、このものは大阪から来た親類なので言って、届けを出せって言ってるんです。でもそれは表向きでですね、長右衛門さんなんかはもう盛んにいろんな人を泊めています。別に自分が庄屋やからね、別に庄屋に届けて、だからまあ現実とその法律との、まあ、あわいさっていうのはいろいろあったと思うんですけどね、一応そのよそから来た人を止めてはいけないというのが方針だったんですね。だからこのいう侘び状を取られているわけです。そして布市仁右衛門はその次に「一羽の諸勝負宿つかまつりまじく」という侘び状を取られてるんです。そして池之端伝助は「脱退の領事口語一切つかまつりまじく」という侘び状を取られています。この2つの文言がですね、この事件を解決するキーポイントであります。だから「一夜の諸勝負宿」と「脱退の領事」というこの文言をこれから明らかにしていきたいと思います。で、この「一夜の諸勝負宿」というのは賭博のことなんです。
で、3月1日の夜にですね、池之端伝助方へ恐喝に及んだ旅人は、恐喝がうまくいかないと知ると、伝言寺村番人の権助に手引きを頼んで、で、布市仁右衛門方へ赴いて、そこで賭博が行われたということなんですね。で、何人かの村人が参加していることは確かですが、その村人は別に咎に問われていないわけですね。罪に問われておりません。それはことを大きくせず、この村の中だけで収めるための町営門の判断であると思うんですね。で、賭博というのは幕府が何度も何度も禁令を出しております。御法度で、もしこの事態が蔵屋敷や大阪町奉行所の知るところとなると、ことは大変面倒になります。関わった村人全員が重罪に問われるわけでね。で、村役人である長右衛門も連帯責任で罪科に処されるわけでね。だから、この事件は内々に決着して、蔵屋敷にも奉行所にも報告されてはいません。ことを大きくせずに内々で収めることも庄屋の判断であったわけですね。で、この事件の大きな鍵を握るのが、幕府が頼った伝言寺村番人権助であります。この番人というのはね、番人とか避人番とか番田とか呼ばれて、村外れに小屋をかけて、畑荒らしとか、村に入ってくる盗賊なんかの番をして、村から幾ばくかの米や麦を給与される、いわゆる村の警備を受け持った存在でした。でも、この避妊というような、ちょっと人にあらずというような言葉、今は使ってはいけない言葉になっておりますのでね、ちょっと問題になりますので、でも今日はその江戸時代の正しい歴史的理解というもののために、あえてこの言葉を使っているんだということを理解していただきたいと思います。で、この番人避妊番というのはね、大体摂とか河内の避妊番は大阪市下所長吏の支配下にありました。先文書の中に出てきましたでしょ、詫び状の中にね、天王寺、飛田、道頓堀、天満の4地域にね、市下所長吏という、そういう村落があったんですね。たくさんの人がこう集中している場所があるわけですね。それを市下所海都というふうに呼ばれておりまして、避妊宿地域があったんです。で、この避妊と言われる人々は、いわゆるその地域に集中している人は犯罪組織ともつながってるんですね。ヤクザ組織とかそういうのと通貨の中であったわけですね。で、この人たちはですね、いわゆる清業につかない人で、放蕩の上に困窮して村から逃げ出した人、また犯罪者となって、村を追い出されたような人、そういう人がもうしょうがなくて大阪の市下所長吏でに集まっているんです。つまり、ちゃんと働いて年貢を払って生きるということができない人なんですね。そういう人はいつの世にもいるわけです。今もホームレスの人もいるようなことでね。そういう人たちをいくら施設を作って収容しても、やはりそのうまく定住して職業に就くということが大変困難という、そういう問題はいつの時代もあるわけですね。で、この人たちは主に豪商なんかに雇われたり、町の木戸番に雇われたりね、そういうこともいたします。これが木戸番といって、町のこの木戸の横に地震番とか木戸番、番人小屋というのが建てられておりまして、この番人小屋をご覧いただきますと、いろんな商品売ってるでしょ。こういうわらじとかね、いろんなもの売ってるんですよ。ちょっとこう、番人がこういうものを外で売って、生活費の足しにしていると。これは地震番ですよね。こういうところでちょっと犯罪者なんかをここへ引き込んで、ちょっとその役人に引き渡す前にここで引き込んで、おくという、そういうところですよね。こういうところの番人をに雇われるんです、その市下所長吏からね。で、例えば豪商なんかにも雇われます。こういう、
ああ、呉商というのは大きなお金を扱いますわね。特に両替商なんかしょっちゅうお金を扱っているわけでね、大量のお金を、巨額なお金を扱うわけで、強盗なんかが入ってきたら困ります。だからこういう屋敷の前にこんなちっちゃい小屋を建ててあるんですね。で、ここに番人が住んでるんです。で、いろんな不審なものが入ってきたら、それの警備を受け持ってる、今で言うたらガードマンのような、ね、人たちなんですね。つまり犯罪者が入ってきた時に、この人たちがそれを防ぐ。この人たちは犯罪世界とつながってますから、お互い通過なわけでね。この人たちと人たちの方が、そういう外から入ってくる犯罪者の制御ができる。つまり毒を持って毒を制するという理論がここで働いているということなんですね。で、草加にも豪農の方の屋敷を見ますと、土間に上にドアがちょっと開き戸があってね。で、そこにお相撲さんが、雇われていたはっていうんですね。で、ドムの中にそういう不審な輩が入ってきたり時に、そういうお相撲さんなんかがそこの部屋から出て防ぐという、追い出すというね、そういう部屋もあったというふうに言われております。だからそういう人たちもやっぱり盗賊とか、そういう人たちと、通貨の中でね、犯罪組織とつながっていたということなんですね。だからこの草加村の事件も、この堺海鮮問屋の吉右衛門という人が賭博に身を持ち崩して、ヤクザ世界を渡り歩いた人です。まあ言った犯罪世界の人でしょ。だから善言寺村番人権助とはもう通過なわけですね。だからこの番人権助も、この吉右衛門自身と顔見知りではなかったとしても、同じ世界の人間の頼みを無視できないという、そういう事情があったわけです。だからこの吉右衛門という人がこの村に何しに来たか知ってるわけですね。お金儲けに来てるわけですね。じゃあこの人を布市仁右衛門の家に案内したら、布市仁右衛門と家の家であれば賭博が開帳できるぐらいのことを分かってるわけですよ。だから案内するわけですね。で、賭博で何がしかの金銭を儲けた吉右衛門が、この権助にも何らかの分け前を与えていることは確かですわね。で、取り調べに頑強にしらを取り続けるこの権助には、やはりヤクザ世界の者としての信念があったんだろうと思います。そしてこの布市仁右衛門もですね、権助が連れて行って、ここやったら賭博できるやろうということは、しょっちゅうここで賭博やってたいうことになりますわね。これはどういうことなんだということです。で、その村落で賭博というのがね、江戸時代どのような状況にあったのかということを見てみたいと思うんですが、で、賭博というのはね、ものすごく魅力があってね、悪いことと思いながら、なんか依存症のようになって、なかなか離れられない。だから河内でもそういう人はいたんです。今もいますよね。賭博に夢中になって身を持ち崩すような人はたくさんいるわけですね。で、江戸時代はもう大阪のような、その都市に出て遊ぶというようなことがそうそうできるわけがありません。で、今のようにもその娯楽もないんです。テレビやゲームセンターや映画やパチンコ屋さんとかもありません。だから本当に賭博に取りつかれたら、もうまるでも麻薬のように引きつけられて、もう抜けれんようになる人もいたんですね。よく村落に残ってる文書を見ると、賭博によって身を持ち崩しましたので、この人を人別帳から外してくださいというような文書もよく残ったりしております。もう家族が困るんですね。そういう賭博に身を持ち崩して、自分の家のものを持ち出すだけだったらいいですよ。その村の人の庄屋さんの家に忍び込んで泥棒を働いたり、そういうことをすると、江戸時代は家族にまで累が及ぶわけです。そうなったら困るので、もう人別帳から外してしまうという、そういう文書がまあまあ残っていたり、よくします。だから草加村のようなね、一見平和に見えた村にも、そういう賭博を楽しむような人はいたわけですね。で、今回のようにですよ、プロの博徒が入ってきて、
会長するとなった、これは一回、どんなか見に行ってみようという人もいるわけでね。だから何人かの村人もここに参加しているはずなんです。でもそれをね、いちいち詮索していては、ちょっとことが大きくなるのでね、今回はそういう人たちは罪に、問われていないということになるわけですね。で、まあそういうことで、この権助と旅の博との関係というのはこういうもんであったんだということがね、お分かりいただけたかなと思います。ではその次に、下野畑伝助という人は脱退による往事を今後してはいけないと言われておりますよね。この意味を探ってみたいと思います。で、これは音が同じであればどんな感じでも当てたのが禁制ですね。もう読める、どんな字でも脱退だったら堕退とも読めますわね。だからこれは堕退のことなんです。もう本当に音が同じやったらどんな漢字でも使ってます。自分の奥さんがかよなのに、漢字が「か」という漢字、いろんな漢字使ってます。自分の奥さんぐらい漢字決めといたらどうと思うんですけどね。もう本当に同じ音だったら、もうある時に「信じろ」っていう人出てくるんですね。だ、信じるっていう言葉で信じろって出てくるんですよ。で、ある時新しいっていう感じで信じろって出てきたら、これ別の人と思いますよ普通。で、よう読んでいたら、あ、これ同一人物やねんっていうことが分かったりするんですね。だからこれは堕胎のはずなんですね。では、女がこの駆け込んできた理由もその辺のとこにあるんだと思うんです。つまり堕胎の薬を買おうとしていたということですね。で、江戸時代生まれた子をすぐに殺してしまう間引きなんていうことはね、よく行われております。子返しの絵馬って言うてね、こういう絵馬があるぐらい、もう暮らしていけないのに子供ができたらこのようにもう、生まれたらすぐに間引いてしまうというようなことはね、ちょっと貧しい地域ね、東北とか中国地方ではよくあったんです。まあ、そういうことはね、禁じられたりしておりますが、その生まれるまでに堕胎するというのはね、そんなに罪とは考えられていなかったんですね。だからこの堕胎の療治をするということは江戸時代あったんです。どんな方法かって言ったら、いろんなものをね、薬を使ったり、お腹を圧迫するような、まあちょっと危険なね、こともあったわけです。で、お薬を使ったりすることもあるわけですね。で、中には豊臣秀吉に仕えた中将立脇という婦人科の医者がですね、この子おろしの療治を得意としておりまして、中将流と言われる子おろし医者として堕胎を専門にしておりました。大変流行ったんですね。でも、まあこの時代の堕胎なんてものは安全なはずはないわけでね、そのために命を落とすような女性もいたわけです。しかし、それを選ぶしかない女性も多かったわけですね。そしてまた、この中将流の医者は一日癌という避妊薬も売りさばいております。毎月1日に飲んだら妊娠しないというもんなんですね。まあ、ええ加減なもんやと思います、今から考えたらね。でもこれは、まあ、結構売られていて、金一部という、今で言うと2万円から2万5千円というね、高額で売られておりました。だからこの池之端伝助の家に入ってきた女がですよ、板金一丁という高額な貨幣で買い求めようとした薬もこの避妊薬であったということですよね。で、堕胎はもう本当に、ね、江戸時代よく行われておりまして、天保時代にはもう禁止されるんですが、この享保時代を言ったらそれより100年以上前ですのでね、もう野放しというような状況であったと思います。で、まあだからこの池之端伝助がそういう堕胎薬を売ったり、堕胎を行ったり、避妊薬を売ったり、
という店であったことは確かですよね。どこの村落にもそういうことをする、またそういうものを売る店はあったはずなんです。で、それは誰でもが知ってることだったはずなんですね。で、でもまあ日下村の事件の場合は、よそから買いに来てこういう事件になるというのはちょっと庄屋としては見過ごすわけにはいかず、ここらで一冊取る必要があったということですね。で、こうして日下村を騒がせたこのヤクザ者入り込み事件はこれで内々に収められて、村は穏やかさを取り戻します。で、庄屋長右衛門にはですね、取り調べをするまでもなくですよ、伝言寺村権助の立場、番人ね、避妊番というものがどういうことをしている、どういう人間かいうようなことはよう知ってたはずです。で、また仁右衛門が賭博をしているということも。で、源畠の伝助が太宰薬を売ってるような村の事情は長右衛門さんは庄屋としてよく知ってたはずです。けれども村人が隠れてする行為は庄屋は全て分かって、まあ見て見ぬふりをするということも必要だったわけですね。で、村人の咎は庄屋の管理不行き届きとなり、まあ言うたら一心同体の関係だったわけでね。だからこの事件も詫び正聞で終わらせることは、まあ最上の方法であったということが言えると思います。で、長右衛門が記録し、こういうことを詳しく記録してくれたおかげでですね、我々はこの時代の裏社会に生きる人間の姿というものを垣間見ることができたわけです。で、博打の吉右衛門は女と二人連れで恐喝と賭博を生業に村々を放浪している人間なわけですね。まあそういう人間は江戸時代には多くいたんです。で、村落の番人を巻き込んでしまえば、もう娯楽に飢えた村人たちを手玉に取って儲けるのはたやすいことだったと思うんですね。だからその都政は一度はまれば抜け出せない面白いものであったと思います。そして脱退の令旨という文言が、そんな都政に行ける女の境遇がどのようなものであったかということも教えてくれていますわね。旅にあって幸運わけにもいかずですよ、彼女はこの避妊薬を買い求めたわけです。で、彼らの行動も確かな人間の営みであります。人々が生きていく、暮らしていくには決してきれいごとだけでは済まないのだということを教えてくれてるわけですね。まあ近世の村にあった暮らしの暗部、闇の部分というものを赤裸々に暴いていると思います。でもいつの時代にも人間の暮らしには表の部分と裏の部分がありますね。そしてその裏の部分にこそ人間の本音が現れているもので、それが人間の真実の姿であるかもしれません。そこのところを見落として、表のきれいな部分だけを見てですね、歴史を論じるということは、まあ片手落ちということになると思います。そういう意味で今日は皆様にこの近世の村の本当の姿というのもね、こういうこともあったんだということをお分かりいただけたかなと思います。というわけで、今日のお話1回目を終わらせていただきます。